はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回は新ギレンの野望アムロユニコーンに乗る続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、アムロユニコーンに乗せて、ジャブローの防衛戦を展開したんですが、今回はこちらアフリカのジオン軍基地キリマンジャロ、これを攻略していきたいというふうに思っています。とはいえですね、実はこれ3回目のトライになります。キリマンジャロですらですね、ベリーハードユニコーン1機介入させただけだとかなり難易度が高いです。なので今回はね、しっかり攻略できるように頑張っていきたいと思います。で、部隊の方は展開させていまして、南アフリカのですね、大半をもう制圧済みです。なのでこのままキリマンジャロの方にね、突入をかけていきたいと思います。で、部隊の方は主にジム指揮官機で固めてあります。で、その理由はですね、このジム指揮官機だとコルベットになることができて、移動がねすごく早くなります。なので、移動重視、速攻性重視ということでゴルベットジム指揮官機で固めています。で、あとペガサス級をもう一隻受領してあります。ではこれで早速拠点に侵入していきましょう。もう出し惜しみする余裕はないので全部隊を投入していきます。でも本当にベリーハードだと一手間違えるとクリアできないっていうことが本当に起きるので、慎重にね、プレイの方はしていこうと思っています。で、ここまでもうこれ3回目とお話しましたけども、失敗を繰り重ねてきているので、もうね次は失敗しないぞという意気込みで頑張っていこうかなと思います。で、ユニコーンが入ってこないと正直話にならないので、ユニコーンがね到着するのをまずは待ちたいと思います。いや、ホワイトベース足がちょっと遅いな。ホワイトベースがねユニコーンを搭載しているので、このユニコーンが入ってこないとなかなか攻略が進まないという感じですね。で、もちろんね、連邦軍が勝つことが前提の戦いで進めていますので、その他の拠点の制圧もね、コルベットであればスムーズに進むというのもありますので、しっかりそのあたりもケアをしていこうかなと思います。ではキリマンジャロ攻略戦始めていきます。敵の部隊の方がまだ圧倒的に多く、かつユニコーンが到着するのはまだだいぶ先というのがありますので、我々はね、進軍ルートを確保するというのをまずはやっていこうかなと思います。ここは索敵をしっかりかけて、削れるところは削っていきます。で、無理しないところはもう無理、絶対にしないと。で、エネルギーもね、ホワイトベースとユニコーンが来るまでの間は回復手段は限られてますので、仕留めるときは仕留める、温存するときは温存するっていうね、メリハリをしっかりつけていこうかなと思います。ではでは、ちょっとずつじりじりとにじり寄りをしていきましょう。にじり寄ってにじり寄って、少しずつ少しずつ潰していきます。で、ユニコーンが入ってきた時のユニコーンの進軍ルートは確保してあるので、あとはそれにね、しっかりユニコーンが乗っかってきてくれればいいかなというふうに思ってます。で、敵の反撃が始まったら退避しましょう。モビルスーツを失うわけにはいかないので。始まりましたねそう言ってるところから始まった。ここはモビルスーツを失うわけにいきませんので撤退します。で、まだ攻撃を受けていない部隊に関しては数を減らすと
いうその1点において攻撃を継続します。攻撃を受けた部隊は、まあ、ただここは、まあ、回復できる場所なんでね、居座りましょう。やっぱりその拠点、敵基地を制圧してその基地の上に陣取ってる限りにおいては安全、これが担保されてますからね。担保された安全のもとに生きながらえましょう。モビルスーツは本当に失うと致命的になりますね。ここは防御する。モビルスーツを失いたくないが、失っちゃったか。一機モビルスーツ失いましたね。ではジャブロー攻略戦、まあ、防衛戦ですかね。このあたりは AI だけになりますので任せてしまいましょう。はい、ではキリマンジャロ攻略戦続きをやります。モビルスーツ1機失ってしまったんですが、モビルスーツ2機補充というかね、新たに拠点に侵入してくれてますので、これをうまく使っていこうかなと思います。いや本当に苦しいからね、この戦いはね。まずは確実にですね、敵を索敵の網にかけて、索敵の網にかかった敵部隊を集中火力で潰していくというところですかね。ここもまだエネルギーは少し減ってますが、損傷はしていないようなので、このまま敵のドームを叩きましょう。で問題はこっちだ。ジョブジョンか。ここも一度制圧して先に回復に入りましょう。で新たに拠点に侵入してきてくれた事務指揮官機、これも前へと進めていきます。ユニコーンはおそらくさらに2ターンかかりそうですね。ここに侵入してきてくれるのは、それまでに味方の損害を少なく、いかに敵の損害を大きくできるかがキーになるかなと思います。残ってくれ。未来さんもやられた。いやー本当にね、一進一退の戦いですね。では傷ついた人たちは回復をしっかりさせていきたいので、まあさっきも話したメリハリですよね、つけていきます。で敵も当然ここ回復してきたりするので、敵の回復と味方の回復、そして損傷具合、ここのね見極めを誤るとまたやり直す羽目になって、今お話している内容が全てチャラになっちゃうというね、悲しいパターンにもなり得るので、できればねそうならないようにしたいなと思います。さてじゃあここは回復する部隊としっかり動く部隊とでまた分けておきましょう。敵の数もだいぶ減ってはきてますけどね。ただ敵モビルスーツまだ10機以上残ってますし、この後増援も入ってくるので、まだまだ油断できないですね。隊列とかもちゃんと組み直していきたいんですが、もう士官が残ってないので、うわっ、さらにここで敵が増援が入ってきたパターンだな。コルベットが残ったね。ではジャブローの防衛戦は AI なので任せちゃいます。
はい、ではキリマンジャロ攻略戦続きをやっていきます。まだユニコーンは、ね、到着してません。ユニコーンは次のターンになります。ただジム指揮官機増援を入れてますので、4機ですかね、このジム指揮官機をうまく投入して戦っていこうかなと思います。でダメージがですね、受けている人たちはやっぱり出せないので、これより前にね、うまく入れ替えながら戦っていくことになるのかなと思います。でどうしてもね、敵の基地を取ってしまえばこっちのものっていうのもあるので、ここはゴリ押しするのか守るのか見極めながらね、ちょっと戦いは進めていこうかなと思います。本当だったらね、もうユニコーンさえ来てくれれば肩がつけられる、そういう局面になってるんですけどね。まずは敵のね、基地ヒルドルプが残るか。あそこはね、回復量が多くて残しておくともうほぼ回復されちゃうからね。竜のコアファイターが撃墜された、まあ、これはでもある意味おとりというか、コアファイターに攻撃を集中してくれれば一旦持ちこたえられるっていうね、まあ、ちょっと姑息な考えはあったので、まあ、よしとしましょう。ズゴックとヒルドルプ強いよな。ジェム指揮官機は一気戻します。ここはどうしても落としたいので、取りたいって言った方がいいのかな。元気な人たちを前に出してなんとか拠点の制圧を先に進めたいですね。ユニコーンとペガサスがね、次のターンで入ってきてくれる。もちろんホワイトベース隊も入ってきてくれますからね。ここは防御。ジム指揮官機一機撃墜されたか。いやー、だいぶモビルスーツ失いましたね。ではまたジャブロの攻略戦とか防衛戦ですかね、AI に任せていきます。はい、ではようやくユニコーンが出れるように、侵入できるようになりましたので、ユニコーンを侵入させて、ここからね、形勢逆転を狙いましょう。あと友軍がガンタンクが2機入ろうとしてきてくれてんだな。どこまで役に立つかという話はありますけどね。ガンタンク2が3機かな。足の遅いガンタンク3機がどこまで役に立つかわからないですけど、まあ、友軍も迫ってきてくれているこの中、次のターンでキリマンジャロ攻略しちゃいましょう。はい、ではユニコーンを投入してキリマンジャロこのターンで蹴りをつけましょう。早速動かしていきましょう。まずはダメージを受けている、あるいは、損傷、もしくは少しエネルギーが減っている人たちをね、うまく回復させていきます。ユニコーンさすがに動けるな。でさらにジム指揮官機もね、補充してもらってますので、コルベットに換装して前線へ投入していきます。でホワイトベースはこのまま前進。あんまり無茶をする、あるいは無茶をしなきゃいけないっていう局面ではないもののですね、
ユニコーン1機だと敵の破壊はできても拠点の制圧っていう意味だとやっぱり時間がかかってしまうところはどうしても出てはくるので、ここを好機と見て全軍に総攻撃の指示を出していきます。ここのズゴック硬いな、本当に硬い。ユニコーンが前面に出てくれれば数はねだいぶ減らせると思うので、ジム指揮官機3機同時に撃墜されたか。いやー本当に消耗激しいよね。ここはそうだな、先にここにいるドムズゴック3機ここを攻撃して落としちゃいますか。まあ、まず間違いなく、いやここは、いや悩ましいけどここはそうだな、いや最初はやっぱりここのドムだな。アムロに攻撃を任せたい。でコルベットも到着するので索敵をしっかりかけて攻撃を行っていく。もちろんペガサスとホワイトベースも前へ前へと出していきましょう。この辺の判断間違えるとね、一手間違えるだけでやり直しのリスクが出てくるんで本当に緊張感ありますね。さすがよユニコーン。ユニコーンに攻撃を集中してくれるととっても楽になるんですけどね。あとはしっかりと囲い込んで敵に攻撃を受けさせないという状況作りですね。ではここもしっかりと、攻撃の手を緩めずにいきましょう。今ここに敵の基地があるので、この敵基地攻撃はユニコーンで終わらせる。でもちろんねそれだけだと心配はあるので、念のためにジム指揮官機の攻撃もしておきます。ガンダム、ガンキャノン、この辺りももう発艦させておこう。距離が稼げる攻撃ができるので、ガンダム、うん、ガンキャノンとガンタンクはで散布した上で、このターンで取れないとダメなパターンになっちゃうんですよね。結局のところユニコーンのエネルギー切れが起きてくるので、ここは取れなかったか。さらに事務指揮官機を2機失うという損害。さて困ったな。アムロのユニコーンで攻撃は絶対するでしょ。でセイラさんも攻撃に加わるだよ。ここはいいよね。ここのドーム2機確実に撃破できるでいいよね。ちょっと怖いよな。
これにかけよう。こんだけ攻撃を集中すれば分散されてた方が安心ではあると思うんですけど、確実に取って次のターンで制圧する。制圧できない。移動される。残っちゃうんだよね。いや本当にきつい。ただここで敵をね、大部分型しておきましょう。もう次のターンまでかかっちゃいましたね。恐れていた、ここはただもう仕方がないと割り切りましょう。ホワイトベースも前に出して攻撃に参加します。いやアムロ使ってもここ潰せないから強いよね。これはねちょっとやり直しになるパターンになるかもしれないんですが、なんとかゴリ押ししたい。どうしても落とせないんだよね。なのでちょっと次のターンに持ち越しになっちゃいましたね。はい、ようやくですねキリマンジャロの攻略ができました。ここまで本当に苦労しましたけど、ほぼ味方のね、兵力を失ってしまってますが、まあ、攻略できたということで、キリマンジャロ攻略後のね戦略を今後考えていきたいというふうに思います。というわけでね、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。